ね。まあ、俺、サンダルフォン行ったけど、結構、VR 天使のサンダルフォンね、結構いいよ。チナ。あのね、VR 天使のサンダルフォンはマジで、サンダルフォンの腰に手を回せる。サンダルフォンの、こんな近くていいの?みたいな。もう腰に手回しても大丈夫。そんぐらいの没入感がある。VR 天使。なかなかいいっす。まあ、ベインもベインでよかった。ベインはね、顔が小さい。これちなみにガチです。ベインはマジで顔が小さいからビビる。え、顔小さ。頭身やば。みたいな。なるからおすすめです。はい。はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、グランブルーファンタジーフェスということで、グランブルーフェスの公式サイトが更新されて、新情報があったんですけれども、かなーり気になるやつがありましたので、見ていきたいなというふうに思います。唯一そこがもう俺の中でとりあえず超気になってる部分がありながらも、他の部分も見ていきたいっていう感じですね。ちなみに俺は土曜日に21日に行く予定ではある。まあ、もしなんか普通に服装とかあげてよろしくってやるんで、気になった方は声かけてくれや。はい、そんな感じでございますが、グラブルフェス公式のやつ見ていきたいと思います。いやー、でもね、ここのトップページ、おほー、テンション上がるね。このトップページ相変わらずテンション上がりますが、今回は六竜、青目、辛目、ツラ目、高目、ルリア、リロードしまくっていい?ルリア、ナルメール、ジーター、おい、ガレモン、六竜プラス主人公組みたいなのが濃いめつつ、かつユニとシンダラ ユニシンダラもいてって感じかな。次の場合気になるならここ見てねっていう、なんか意外と昔のグラブルフェスと比べてホスピタリティが効いておりますな。はい。今回の会場は東京ビッグサイトという風になっておりまして、普段の海浜幕張よりもアクセスがいいですよね。東京ビッグサイトってあれでしょ、コミケのとこでしょ、東雲とかのあたりかな。まあ、東京に住んでない人はあんまり馴染みがないかもしれないですけど、明らかに従来のやつよりはアクセスはいいっすね。ただ広さがどうなるかっていう感じかな。大きさがまあちょっと確保できねえから、東京ビッグサイトってその今まで海浜幕張のとこでやってた時も候補に上がってたと思うんだよね。だけど東京ビッグサイトにしてなかったっていうのは、まあ多分サイズの問題だと思うんだよな。だからちょっとちっちゃいのかなとか思ったりもする。東13から57ホール。はい、そんな感じですね。グラブルフェスがやっておりまして、コンテンツ、イベント、今年は東京ビッグサイトで開催予定と。これは額ですね。アトラクションが見たいよね。ここだよね。アトラクション。チケット情報はこちらから。チケット情報は、いろんなやつがあるんだけど、ナイトパーティーのチケット、先行入場券のチケット、ファストパスですか 入場券プラスグッズセレクション。これ落ちたんだよね。俺欲しかったんだけど、これ買おうとしたんだけどさ、俺これ抽選落ちちゃった。助けて。ベイン印のチキン、グッズセレクションセット、チキンカレー入ってんだけど、嬉しい、欲しい、これ。でもポーチとかか、ポーチ使うかどうかとかね。だよね。ミニカードセット、イベント T セット、組織性フィールドノート、わー、欲しいで、VR 天使の体験券とか、VR4 騎士ライトの体験券とか、まあ、そういった感じのがついてるって話だな。で、次、アトラクション。はい、見ていきましょう。巨大バルーン、高さ5メートル超えるプロバハに加え、グラブル、セスラか。グラブルフェスでは初お披露目。そっか、あれか、青の追走だ。青の追走であったやつが来るんだ。あれね。みんなにマウント取っちゃう、今。あれね。セスラかね。あれ、見たよ。青の追走で。きめえ。まあ、セスラか。そして、ガレオン。ガレオンも来るんだ。楽しみだね。武器、ゲーム内に登場する武器を緻密に再現。ジュアユース、獅子王戦剣、虹の弓、あったっけ、青の追走に。あれね。多分あったと、記憶薄れてて、もう覚えてねえけど。
で、次撮影コーナー、ルナールの鉄火場、ルナールが絵物語の執筆に使用している部屋を再現した撮影コーナーがグラブルフェスで、おお、ルーム系統ですね。これフォトスポットかな。まああのコスプレとかしてる人が撮ったりもしてるって感じ。グラサイの部屋、カリオストロの錬金実験室、まあこのあたりはいつものかな。で、メインステージ、はいはいでありまして、 VR ですね。まあ俺サンダルフォン行ったけど、結構 VR 天使のサンダルフォンね、結構いいよ。ちなあのね、 VR 天使のサンダルフォンはマジでサンダルフォンの腰に手を回せるサンダルフォンの、こんな近くていいのみたいな、もう腰に手回しても大丈夫。うん、そんぐらいの没入感がある VR 天使、なかなかいいっす。で VR4 騎士に関しては、俺はベインをやった。ベインもなかなかいいね。うん、ただ腰に手は回せない。あ、これ VR4 騎士の後に VR 天使が来たんだよね。4騎士、まあ4騎士なんかこっちの方がなんか VR の使い方分かってきたのかなって俺は思うぐらい、サンダルフォン、俺サンダルフォン良かったよマジで。まあ、ベインもベインで良かった。ベインはね顔が小さい、これちなみにガチです。ベインはマジで顔が小さいからビビる。え、顔小さ、頭身やばみたいになるからおすすめです。はい、バンピー&バイトのブラッディキャッスル、何これ。ああ、アトラクション新しいやつか。俺この辺りやったことないんだよね、並べないから俺並ぶの苦手すぎて、根本こういうアトラクションに並べないっていう、ちょっともうだから、このあたりはよくわからん。多分俺に一生縁がないだろうな。このあたりはちょっと俺並べない。みんな並べる人に才能があると思う。俺はね並べないので、このあたりをやってないですね。はい、十二神将、ワクワク縁日、モフモフワタ、まあカフェとかはね行くかな。ジョイ君危機一発、うん、まあ、この辺りもそうですね、並ぶからいいかな。フード、あ、こういうフードコーナーちょっと見ていい？フードコーナー、あ、見れねえ。そっかそっか。あ、そう、これこれこれ。みんな見た？これ。グランブルーファンタジーリリンク、私有コーナー。おひょー。2023年内発売予定のグランブルーファンタジーリリンクが私有できる公式サイトはこちらということで、リリンクがついに23年、来年、そっか、もう来年か、ついに来るのかな、わかんないね。いやでもこれはあれかもしれないからね、もしかするとなんかこのぐらいできてるんですけど、ちょっと23年内わかんないっすっていうパターンかもしれないから、ちょっと本当にね、いやまあでもしっかりいいもん出してほしくはあるから、この辺りはちょっと難しいけれど、グランブルーファンタジーリリンクちょっと頼みますよ、お願いします。はい、で、次ステージ、ほうほうほう、ステージは、20日はないんだよね。うん、20日は何もない。東京ビッグサイトグランブルーファンタジーコレクション、グランブルーのキャラクターによるファッションショーを開催。はあ、なるほどね。ファッションショーが15時半から17時あります。で21日、うん、オープニング、これぐらグラブル Q&A、 オフィシャルキャストステージ、まあ、ここが結構新情報出るパーティーですね。ここの22日の初日、ここはね意外と新情報出がち。これぐらオフィシャルキャストステージ、グラブルフェス、スペシャルキャラクターライブ、スペシャルライブ、グラブルフェスで、リリンク、お、あ、リリンクグラブルバース最新ニュース来ましたね。でグラブル生放送、これ22日がグラブル生放送ニューイヤー特別版、ここは俺もねちょっと見ながらやろうかな、うん、まあ原神でもやりながら見ようかな原神でもやりながら見ようかなとは思ってますけど、はい、グラブルやらんのかーい、グラブル TV チャンネルフェス出張版、はい、という感じですかね。で、ナイトパーティー、ナイトパーティーという感じでございますか。で、オフィシャルキャスト、こんなん見ちゃっていいんですか。みんな可愛いよね。あ、これ名前だけなんだ。みんな可愛いですよね、このグラブルの公式キャスト。ういういおう、ゴッドガードブローディア、すごい名前が。ナルガクリオ、クルオ
すげえ名前がいるな。はい、で、次グッズ、新グッズはパンフレット。パンフレットのそういえば皆さん詳細見ました？パンフレットは10点集最終上限解放セットか、10賢者取得セットのどっちかを選んで、入手できますっていう風になってますね。まあ、だから採集してないなら採集、玉髄、セフィラ玉髄が足りねえよっていう風に生きてるんだったらお手軽解放セットで、やっていくといいんじゃないかなと思います。はい、で、T シャツがあります。ちょっと拡大、これか、これをプリントしたやつか。おお、今年の花形キャラクターがたくさん載ってますみたいな感じだな。で、XL、あ、XL あるのいいですね。僕は XL じゃないと入らないから。僕の服のサイズは XL じゃないと入らないよ。なぜならデブだからね。タペストリーもあるね。クリアファイル、モバイルバッテリー持った、志は持った、1200円、引っ掛けペア、アクリルスタン、アーカルムの転生モチーフなのかな、これ天秤だけに。ハンマー、これもアーカルムの転生モチーフなのかな、天秤だけに。適当こきました。ニットキャップ、何やこれ。これでグラブルってわかるんか。なんかグラブルわからんなワンポイントアイテム、リアルに使えるタイプのワンポイントアイテムらしいな。シス、引っ掛けスタンド、フィールドノートって何これ。あ、結構ちっちゃめなメモ帳なんだね。ちっちゃめ、ボールペンサイズ、ボールペンサイズってなるとまあまあでけえか。縦16センチね。なんか A4 とか書いてくんねえとわかんないけどA4 とか書いてくれたらギリギリわかる。でも A4 とか B5 とか書いてないからちょっとよくわからん。セリフシール、あ、なんかこれあれやん、なんだっけ、ドゥン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 みたいな、タイポグラフィーってやつかな。うん、タッスルタッスル、せーの、タッスルタッスル、俺の背にあなたの羽は白すぎる、サンダルフォン心の配布、グラブルセリフシーズ。シールなんだね。くっつきぬい、12神将アニマルズ、羊、猿、鳥、犬。あ、ガレオン脱いだ。ガレオン脱い。まあまあでけえな。まあまあでかいのおもろいな、ガレオン脱い。なりきりカチューシャアニラ。なりきりカチューシャ10点集。はい、わあ。ナイトパーティー。ナイトパーティーの情報とかも今後来そうですね。まあとりあえずこんなところですか。で、まあやっぱ個人的に気になった部分としては、やっぱりリリンク8111。お、達する達するよ。やっぱな、なんかついに来ちゃうのかな、リミンク。発売日情報、え、なんかさっきはさ、2023年内っつったけど、こんだけできてるけどまだですわっつって伸ばすのかって言ったけど、発売日発表の可能性もあるからね。そう、あるんすね。ちょっとそこら辺考えると楽しみが過ぎるなぁと思いますけど、はい、みんなもご意見あれば。まあ俺のおすすめはこの辺り。あ、待って、やっぱグラブルのジェットコースターみたいななかった？グランサイファーライドとか。やっぱないもんね、アトラクション。だってここにさ、できるならかっくない？グランサイファーライドアトラクションないってことは多分場所ないんだろうな。ちょっとやっぱりちっちゃいか、まあ縁日系、ここら辺にスペース食われてなんかなくなっちゃったか。まあ、グラサイライドがない、エクストラフェスとかだったらありそうですけど、グラサイライドがないのは、あ、なるほどな。ちょっと乗ってみたいんだよね、グラサイライド。ちょっと、まだ乗ったことがない。ただ、俺がやった VR 天使、VR 4騎士、これは、いい。ので、まあ、ちょっと気になる人は頼んでみてや。はい、ということで、今回の、新情報を見ていくよ、なんかグラブルフェスだよみたいな話でした。21日出るんで、出るというか行くんで出はしねえわ、勝手にお邪魔するだけだわ、全然出ねえわ、お邪魔しに行くんで、まあ、21日に行く人は僕と握手。ほな、またお会いしましょう。じゃねん、バイバイ。